ティーチャー空母、ティーチャー空母。夏、セミの声が聞こえますね。今回手取り14万、手取り14万、ちょっとタイトル考えます。あ、そうそう、言おうとしてたのこれだ。さっきね、お問い合わせがありまして、まあそのなんだ、50歳の年配の方なんですけど、今背取りやってるみたいなんですね。で、まあその情報発信しようと思ってる理由が、やっぱその年取ってからね、身動き取れなくなるから情報発信ねしようと思ってるみたいな感じなんですよ。でもまさにその通りで、稼ぎ方を変化させないときついっすよね。だから僕も40から10年かけて50まで、なんだ、投資勉強しようと思ってます。10年かけてね、しっかりと。うん。で、なんでかっていうと、BNF さんですね。 BNF さんね、まあウィキペディア上だと、まあ、200億ぐらい資産作ってて、あの秋葉のビルもね、もう売り逃げしてるんですよ。売り逃げというか、あのかなりね、10年ぐらい多分ね保有してて、家賃貸も入ってて、でなおかつ買った時の値段より多分ね何十億ぐらい抜いてると思います。だからめっちゃ利益出たと思いますよ、あれ、あの一棟で、秋葉のビル一棟で。そう、だからその、例えばその、僕ね、全国回っていろいろまあ思うことがあるんですけど、車で回ってるとね、あの道路工事してるあるじゃないですか。で結構やっぱ年配の人多いんですよ。で真っ黒になって、でもう汗ダクダクになって、命の危険もあるわけじゃないですか。だからその選択しかなかったら、その選択をするしかないんですよ。だから今のうちに、そのもう分かることじゃないですか、年取るなんつーのは。で年取ったら体力が落ちていくっていうのも分かりきってることなんで、じゃあそこに向けて今何するかっていう準備をしとかないと、僕はもう難しいと思いますね。なんかみんなその未来のことをね、まあ久保さんも相談いろいろと受けると思うんですけど、みんなその未来のことに対して不安を覚えてるわけですよ。どういうことかっていうと、やっても大丈夫、やって本当に稼げるのかなとか、私でもできるのかなみたいなね。まあ確かにそうなんだけど、やらずしてその未来を変えることはできないわけですよね。だからその逆の不安を持った方がいいと思うんですよ。やらなかったら変わらないよねっていう不安をなんで膨らまさないで、やってダメだったらどうしようっていう不安を膨らますのかなっていつも思うんですよね。もはや逆で、やらなかったら何も未来変えられない、今のままっていう不安を変える、不安をもっと持つべきかなと思うんですよね。ほとんどの悩みっていうのはまだ起きてないことに対して悩んでるんで。だからそのね、前回のアンケートでもちょっと言ったんですけど、まあなんだ、東海大地震も相当言われて、プレートも動いてるみたいに言われてるだろうし、関東大地震も言われてるだろうし、じゃあその、それを想定して毎日怯えて生きてるんですかっていうと、そうでもないんですよね。そこはなんかスルーするみたいなね。そこスルーかよみたいな。そこスルーかよみたいな。いやもうね、関東大地震なんか起きたらもう無理でしょ。あんだけビルあんだから。もう下敷きになる可能性かなり高いですからね。だけどそれを、あ、今日も地震あるから大丈夫かなっつって出社してる人多分いないんですよ。不思議なことで。でもそれと一緒ですよ。未来まだ起こってないけど不安に駆られてるわけじゃないですか。僕は一つ言いたいのは、情報ビジネスに関しては、別にやったところで金かかんないんで、まあその方にもね、ちょっと言いましたけど、まあ、せどりとか転売に関しては、売れなかったらね、まあその方が無在庫転売やってるかちょっとわかんないですけど、売れなかったら赤字になるわけじゃないですか。でも、これも今 iPhone で撮ってますけど、これ YouTube にアップロードするじゃないですか。別に何のリスクもないですよね。しかも今ね、こんな
なんかよくわかんないとこ通ってますけど、どこでも取れるしね。だから僕はもうずっとお金ないんだったら、まずは情報ビジネス極めろっていうのを言い続けますよ。だって、手持ちのカードでできるわけですから。うん、すいません。iPhone は、スマホは買いましょうって言いますけど、スマホは買えと。で、今後、まあ今もね、スマホから動画もアップロードできますけど、今後 5G が当たり前、6G、7G になってくるので、まあスマホから動画をアップロードもう秒速でできるとかなってくるわけですよ。でそしたらもうほんとこれだけで十分です。もうほんとこれだけ。終了。これだけ。これだけで稼げるみたいなね。ね、久保さんね。全然パソコンいらないですよね。もはやまあ久保さんもパソコン使わなくてもいける部分あると思うんですよ、もう。まあ、ただ動画がいっぱいあるんでね、パソコン使った方がまあいいっちゃいいんですけど、まあ動画1本とかにしとけば、別にスマホだけでもう全部完結っすよ。で、今スマホのアプリもね、すごいんで、編集もね、アプリでもういくらでもできますから、カスタムサムネイルもアプリでね、久保さん作ってるからな。だから時代どんどん変わるし、デバイスも変わるし、環境も変わるし、稼ぎ方も変えていかないと、いつまで経ってもずっとね、きつい仕事をやり続けないといけないのかなと思いますね。きつないですか？絶対やりたくないですもん。70になって道路整備の、まあもう本当してる方には本当申し訳ないですけど、僕はしたくないんです。多分、これアンケート取ってないんでわかんないですけど、道路整備を、真っ黒になりながら日焼けでしてこうしてる人が、志があって、この道路整備めっちゃ楽しくて、なんだろうな、生きがいを持って、給料にも満足して、仕事にも生きがいを感じて、仕事も大好きで、笑顔で道路整備、クソ暑い中でも、めちゃめちゃ暑いの好きです、みたいな感じでやってる人って、全国にどれぐらいいるのかなっていう。多分、アンケート取ってないんでわかんないですけど、多分ほぼ、いないんじゃないかなと思います。だって、しんどいものはしんどいじゃないですか。いや、あれしんどくないって言ったらね、すげえ人ですよね、逆に。どうすか、久保さん。クソ暑い中、ヘルメットかぶって、こう来て、これ余裕です、みたいな。いやー、すごい、スーパーマンですね。うん。だから僕はすいません、やりたくないんで、今から準備しとくってことですね。だからやってる方は多分選択がなかったのかなと。でも、動画見てるってことは、その選択、あ、こういう稼ぎ方があるんだなとか、いろいろ勉強してると思いますし、まあネット見てると思いますよ。ただ道路交通整備してる人は多分それを見てない、知らない、やらないっていうとこだと思います。だ少なくともこの億万長者合宿のやりとり見てるんだったらわかんじゃないですか。ね。何やってんのか。だからやっちゃえばいいと思うんですよね。だって0円でできんだから。やってから考えればいいじゃないですか。やりながら考えればいいと思うんですよね。でもやらないと何も始まんないんで。ね、久保さんね。久保さん。やらないと何も始まらない。久保さん。懐かしいっすね。そう。久保さん。昔こうやって動画撮ってましたよ。吉谷社長の一日みたいな。吉谷社長の一日みたいな感じで手で持ってね。ポケットから出して、こうやってやってましたね。懐かしいな。はい、いってらっしゃい。